2002年日本の補欠選挙では、衆議院議員と参議院議員の欠員を補充するため2002年に行われた補欠選挙について取り上げる。国政上の補欠選挙は、衆議院議員と参議院議員の辞職や死去などによる欠員を補充するために行われる選挙である。2000年の公職選挙法改正により、年2回、4月と10月に一括して行われる仕組みと、 なっている。補欠選挙記述については、公職選挙法第33条の2において以下のように定めている。衆院1選挙区と参院1選挙区で補欠選挙が行われた。衆議院5選挙区と参議院2選挙区の計7選挙区で補欠選挙が行われた。この記事は、 以下のカテゴリーでも参照できます2002年衆議院、和歌山県第2区補欠選挙に関するカテゴリー、2002年3議員、新潟県選挙区補欠選挙に関するカテゴリー、2002年衆議院、山形県第4区補欠選挙に関するカテゴリー、2002年衆議院、神奈川県第8区補欠選挙に関するカテゴリー、2002年衆議院、新潟県第5区補欠選挙に関するカテゴリー、 2002年衆議院、大阪府第10区補欠選挙に関するカテゴリー、2002年衆議院、福岡県第6区補欠選挙に関するカテゴリー、2002年参議院、千葉県選挙区補欠選挙に関するカテゴリー、2002年参議院、鳥取県選挙区補欠選挙に関するカテゴリー、ありがとうございます。